ヘボスユーピローゼということで皆さん、今日はですね、巷で話題の TikTok、 僕もねやろうかなって思います。僕 TikTok 結構見る側な感じで、いつもこう面白いなと思って見たりしてたんですけど、私 YouTuber なんでね、どん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 こう発信していかないといけないんで、なので今回は投稿していきたいというふうに思います。じゃあちょっとね、3つぐらいちょっと撮っていきたいんだけど、まず1個目どうしようかな。これいいな。全力まるまる始めるよ。全力笑顔、全力決め顔、全力真顔、全力変顔、全力おこ顔、全力泣き顔。あ、これいい。これ笑顔で、はい、これやりましょう皆さん。これはね、ちょっと俺というキャラが引き立つ気がする。これやっていこう。ここか。 OK で、タップして撮影始めるんだ。 OKOKOK じゃあちょっとやってみましょう。あ、美肌とかにした方がいいんじゃないの。これ美肌にした方がいいっしょ絶対。これいいっすね、めっちゃ美肌。わあ、いけねー。はい、ということでね、やっていきましょう。全力まるまる始めるよ。全力笑顔、全力決め顔。あ、それ変更しちゃいました。ちょっと待って、早い、スピード速いからちょっと違うことしちゃう。もう一回やりましょう。すみませんすみません、もう一回します。全力まるまる始めるよ。全力笑顔、全力決め顔、全力真顔、全力変顔、全力おこ顔、全力泣き顔、最後は笑顔で、はい、チーズ。いいんじゃない。全力まるまる始めるよ、うん、全力笑顔、全力決め顔、うん、全力真顔、うん、全力変顔、はい、全力真顔。これ真顔はちょっと失敗したけどね。もういいんじゃん。最後は笑顔で、はい、チーズ。とりあえず1個目これでいいんじゃない。ちょっと完成度はちょっと分かんないけど、まあいいと思います。では次、投げキス運動開始。やっぱアサギさんのこちらですよね。結構見ますよね。よし、これでいきましょう。じゃあちょっと次はね、あの TikTok 今なんかクリスマスイベントみたいなのやってて、期間限定でクリスマスのフィルターがあるんですよ。なんかいろいろ使いたいな。あ、こんなんでいいじゃん。なんかすげえクリスマス。これにしましょう。いきます。投げキス運動開始。もうね、バレクソキモい、バレクソキモいのができました皆さん。これはいいでしょう。これはいいのできたでしょう。おお、これはいいでしょう。いいですね、いいですね。 OK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 、 いいじゃん。では続いてはこちらの楽曲。すいません、そろそろお腹が空いたので、ちょっとご飯をいただけますかしら。え、さっき食べたのはおやつですね。これ一緒。これを我が子の、我が愛するこちらのティンクちゃんにカメラを向けて撮ったらいい感じになるんじゃないみたいな。ねえティンク、どう思う？ねえティンクがこう喋ってる感じでちょっとやってみようか。じゃあ次はスタンプでちょっと、うん、この雪にしようかな。ちょっと雪が降ってる感じの、これでちょっとティンク撮ってみましょうか。すいません、そろそろお腹が空いたので、ちょっとご飯をいただけますかしら。え、さっき食べたのはおやつですね。いいんじゃない。すいません、そろそろお腹がめっちゃ良くない、空いたので、かわいい、めっちゃ、ちょっとご飯をいただけますかしら。え、かわいい。 いいじゃん、合ってる合ってる、いいよね、かわいい。じゃあちょっと今のやつをちょっとフィルター変えてもう一回ちょっと撮ってみようかな。3分割これ良くない？これでやってみる。すいません、まあ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 、やっぱねワンちゃんですからこっちをずっとは見ないんでなかなか難しいですねこれ。いやでも可愛いよ、可愛い。はい、ということでいかがでしたでしょうか、私の TikTok。 ちょっとやっぱね難しい、撮ってみると難しいわ、いかにね皆さんがすごいかというのがちょっと改めて分かりました。ちょっとやってみてね。で今回のさっき言ってたクリスマスイベントなんですけど、12月の7日から、12月の25日まで実施中とのことです。なのでぜひこの期間中にねもう TikTok ダウンロードしてバンバン上げちゃってほしいのと、あとハッシュタグ TikTok クリスマスってするとね、あのイベント的にすごく盛り上がって
ているので、ぜひハッシュタグもつけて投稿してみてください。で、もう一つ、今ね、期間限定で TikTok が大人気のスイーツ店とコラボしてます。で、そのスイーツ店で商品を買って、その商品と一緒にこう TikTok を撮りまして、ハッシュタグで美味しいクリスマスというので投稿しますと、何かいいことがあるみたいですよ。まあ、詳しくはね、あの現場の方に行ってみてチェックしてみてください。そして毎日先着200名様になんとクリスマスカードを、プレゼントされるみたいですので、ぜひお早めに行ってみてください。で、願い事を書いてですね、その現場のクリスマスツリーに、ぜひかけてみてください。そしたらもう一段とクリスマス気分を味わえる感じでございますね。ということで今年のクリスマスはぜひ TikTok と共に過ごしてみてはいかがでしょうか。ということで、終わりたいというふうに思います。ゆうぴーでございました。さようなら、りんちょ。そしてティンクちゃんもよろしくお願いします。ティン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 クック。